獄と地獄、ガールズバトルということで、はい、いつもですね、女の人たちはここで、はい、水着着てぶん殴り合うという番組なんですけども今日はですね、ちょっと何ですかこれは、3人しかいないということでですね、そうですね、いつも4人だけど3人ですね、4人とか、そうですね、うん、ね、まあ、6体でなんか分かれてね、はい、戦うんですけど、ガールズバトルなんでね、はい、ちょっとまあ少人数で、はい、ばったりしていこうという、そうですね、この番組でも始まっても何年ぐらいなんですか。結構経つんですか。結構、ああ1年半。嘘でしょうよ。え、俺1年半ももうやってるんですかそういうことですね。俺の前からですもんね。あ、2代目 MC ですかね。でも1年半で最初の人がじゃあ結構なかったですかね。これ誰と会話してるかっていうと、この番組プロデューサーの有光さんっていうね、はい、詳しくはアーカイブで、はい、パーティーポンチちゃんが出た回にね、はい、すごい出てきてます、ね、初回が、あら、もうじゃあ2年半、え、いや、じゃあ1年半か、ちょうど経つんですね。僕今年からでしたっけ。去年からやってましたよね。確か去年やってたような、ね、やってましたよね、去年ね。すごい。そう、だからもう1年以上やってるわけですよ。うん、あ、でもこれこういう感じなのはまだ2回目っていうか。あ、そうなんですか。前回はそう、いつも立ちが多いんですか。もうじゃあ毎回立ってだからバトルしてるんだけど。あ、そうなん、私一番初回多分座りですよね。あ、そう、その回が初だよだから俺も。あ、そうなんですね。前回10月か。はい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 、あ、俺が10月、去年の10月から。あ、はい。うん。初回、いっちゃん初回。あ、いっちゃん初回か。初回でした。だから僕じゃない MC の時ってこと。あ、そう、そういうことでしょ。さようでございますね。さようでございます。一番子さんですよ。やめてもらいます。そうなんだ。へぇ。あ、10月ってことは俺、じゃあちょうど1年。もう1年。あら。アニバーサリー。アニバーサリー。いいですね。なんだかんだ言って1年もやっちゃいましたよ、本当にね。さすがですね。すぐ売れる番組やと思った。ありがたい限りですね。今日はありがとうございます。ありがとうございます。お客さんでいいんですね。お客さん。僕だけしか見えてない人だから。見えてます。そうそうね、いらっしゃっておりますのでね。はいはい、まあ、今日は、はい、はい、私1年でございますがね、はい、ポエム数えてる芸人でございますのでよろしくお願いしますね。はい、今日もね、まったり行きましょう。はい。はい、で今日はじゃあ先ほど言いましたけども、はい、ちょっと少人数なんですけどね、うん、まったりやっていくメンバーをじゃあご紹介しましょう。はい、じゃあ、はい、そっちから行きましょう。大子さん。子さんです。はい、モデル MC やってます。市口美咲こと美咲吉と申します。よろしくお願いします。美咲吉。はい、よろしくお願いします。美咲ちゃんは大子さんこれね。じゃあ続きましょう。あ、いいですか。はい。天国と地獄の方では初参戦となります。木村のんと申します。よろしくお願いします。お願いします。初参戦。はい。嘘でしょ。そうです。結構見られてるんですか。だってもうのんちゃんってもう5回、6回目とか。あ、そうなんですか。結構ご一緒が多い。そうですね、他の番組で。そうか、他の番組やんか。そうなんです。天国と地獄は初めてなんです。なるほど。そう、そう、はじめまして。そんなテンションじゃなかったけど、初だったらね、初だねみたいなやってたけど。あ、そうなんだ。あ、もうなんか結構レギュラーっぽい感じになっちゃって申し訳ない。ちょっと、木村のんさんでございます。はい、よろしくお願いします。普段はね、声優さんだよね。はい、そうです。こんな感じなんですけど、声優さん、こんな感じか、声優。こんな感じ。どういう意味。こんな感じだから声優さんだね。そうですね。はい、いつもそんな感じです。ニコニコポカポカしてポカポカしてます。年齢聞いてびっくりしましたもんね。あ、そうですね。本日で20歳。本日20歳になりました。おっ、それ最初に聞こえるの。いや、あとすごい。そうですか。ちょっと一人紹介してないんでね、じゃあ次行きましょうか。はい、じゃあこの方は初参戦でございます。はい、初参戦です。橋本由紀子とゆっと呼んでください。ゆうちゃん呼びが多いです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。初参戦、もう何者だって感じですか。何者ですか。何者ですか。のんちゃんの後輩です。おお、のんちゃんの後輩。同じ事務所の後輩の何の人ですか。アサシンですか。実は、はい、何の人ですか。私も声優です。あ、声優さん。声優さんですね。まあ、声優事務所さんですもんね。そうですね。演技系のね。はい、あ、そうですか、声優さんで。じゃあ今日は、うん、なんかモデル、はい、声優、声優、お笑い芸人で。そうですね、バラエティー豊かですね。こんな番組なかなかないですよ。はい、はい、ということで、この番組はですね、一応あのショールームというね、
媒体で、媒体で、配信アプリでね、はい、配信しております、はい、ちょっと、そちらの方ではコメントとかも売ってますので、うん、はい、ぜひこちらの番組の方にね、はい、アプリで参加していただければと思います。検索は C-WAVE 放送局で検索していただければ、出ますので、こちら見ながら、はい、ネットで見ながら、こちらの、ショールームでもね、コメントいただければと思います。はい、はいはい、はい、言うことは全部言ったよ。はい、はい、早速ですが、コメントももらってますね、はい、こちらボンボンさん、おはこんばんちは、おはこんばんちは、こんばんちは、はい、あとかカズさんなんだろうな、多分 K アット Z だね、カズさん、声優プラネタリウムっていうコメントもらってます、はい、そうなんです、これ木村のんちゃんはね、声優プラネタリウムのレギュラーさんでございます、ね、はいはい、はいはい、そう、この番組の後だっけ。そうですね、この番組で、ね、今日もそうですね、2本続けてジャックですね、これさすがですね、その後も、うわー、なんだっけ、パパパパパーティーポンチか、パパパパパーティーポンチ、それも乗っとった方がいいよ。あーあー、じゃあちょっと今からちょっとなんか衣装着て、シュッと横行けば、うん、あ、ね、新メンバーかなと思われるから、でもちょっと影武者になって、ちょっと影武者、あ、そうそう、あとでちょっと、ね、はい、アンジュちゃんボコってやってこようよ、紫着ときゃバレやしない誰だこいつって言はい、ということで、そうですね、そっか、はい、そこですれ違ったってさんだね、うん、そういうことですね。じゃあ、あれかな、うん、まあ、ちょ、20歳になったから、はい、初、はい、仕事はこれかな。そうですね、正月みたいな言い方、初仕事大人になって、そうですね、大人になって初仕事は、はい、声優プラネタリウムより先にこっち来ちゃいましたね。本当ですね、本当ですね。なんか目標とかあるんですか。目標、はい、目標ですか。目標、これしたいな、憧れ、20代の、はい、20代の憧れ、何やってみたい、まずは、まずは大きいですよ、まずはもうやっぱりお酒を飲んでみたい。あー、そうです、ね、あら、飲んだことないの。ないですよ、そんな、俺知ってますよ、知ってます、あれ声優プラネタルームの楽屋で一生日持って帰って飲んだあれ、これがねえとテンション上がんねえっつって。あれ、いかついな。エネルギーチャージですか。やってた。やってた、ほら。やってた。やっぱ意識飛んでるんや。ちょっと記憶なくなってるほど。危ない。いやいや、やってないです。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 そんなことはないです。はい。ぜひですね、悪い大人に引っかかないように。はい、気をつけます。はい、橋本さんは、もう20歳は超えてますか。はい、超えてます。後輩ですけど。あ、そうですね。じゃあなんか同じ事務所の後輩としてなんか20歳のアドバイスとか年齢的に逆に、まあ20歳に、ね、なったばっかではないかと思いますけど、20歳になった時の失敗みたいなのありましたか。これやると失敗すんでみたいな、もしくはこれやったら成功すんでみたいな、楽しかったねみたいな。20歳になって、20歳、まあ大人でもいいですよ、大人ね。もう美咲さんに聞くとやばいことしか言わないんで、後で回しますから。お、はい、私はでも免許は取っといた方がいいと思います。おー、確かに、まあ、それは20歳だったら取っちゃうけど、なんか東京の運転は大変そうだなって思って。あ、それは、あ、そうね、東京は逆にそうね、暴走運転は多いからね、今年の方が。田舎行くと危険運転多いんだけど、どう違うんだろう。標識しかととかするのが、はいはい、あの田舎。あ、そういうことですね。東京は標識とかそういうのは守るんだけど、もう、はい、何、そう、まあ、早いもそうだし、抜かしたりとかそういうのね、悪質運転っていうのかな、信号無視あえてしたりとかね、怖い、うわってなる、わっ、道のりは遠いかもしれないそうです、ね、まあまあそんな言わずにね、じゃあぜひ免許にチャレンジしていただきたい。美咲さんも振られたな。美咲さんはダブル20歳の時はどうしまだダブル20歳じゃないですけどね。まあ、でも大人ね、その20歳になった時とかなんかエピソードあります。え、でもなんか19歳が愛おしすぎて学生証の写真撮っときましたもん。あ、今の撮ってた方がいいかもしれないですね。そうそうそう、忘れた頃は学生証なくしちゃいますから。なくしてますね。でも私、あの、実はですね、うん、学生証財布の中でずっと入れてます。できるの、そんな。え、あ、そうか、できるの、使えなくなった。え、学生はもう終わった。あ、そうですか。はい、あの、もう使わなくなった学生証を入れてるって感じ。あの、あ、身分証としてってこと。あ、そうです。あ、身分証使えないんですけど。使えないよね。使えないです。そうか、学生じゃないもんね。はい、そうですね。思い出として財布の中にずっと入れてます、ね。ああ、なるほど。じゃあ財布盗まれたらきついね。ね。確かに。盗まれる前にちょっと。そういう時あるからね。うん、もう20代何回もなくしてんだから。そうなんですか。それこそ俺だって酒の失敗めちゃめちゃ多いから。それこそアップデートですよね。アップデートです。人生もアップデートしない。むしろ振り返ってる場合じゃないですか。ああ、もう前で。前前で。
今年だからちょうど僕はダブルスコアです、ね、あ今年よ40になってしまいましたから。そうなんですか、はい、それは知らなかった。ちょうど20歳で産んだのんちゃんが今子供産んだらちょうど俺ぐらいの年下の子ができるんですよ。そういうことで、あーって言われて、ちょっと感動。こんな今コメントで来て、ありから来てますけど、はいはい、こんなに集合時間時間に遅刻してくる40歳になっちゃいましたね。もうね。本当によろしくお願いします。はい、今日はですね、一応まああのなんだろうな、ガールズバトルっつってるから、はい、なんかいろいろと、ね、今まで1年間やってきた中でね、はいはい、なんかいろいろなことやってきた、なん戦いやってきたと思いますけど、うん、はい、その中からなんかかいつまんでいろいろとみんなでお話しながらやっていこうかなって、今日はゆるい企画になってます。よろしくお願いします。はい、皆さんもね、あのお酒片手に見ていただければと思います。はい、お願いします。はい、お願いします。今日お客さん来て残念だったね。殴り合い見られないよ。はい、ほのぼのね。ね、うん、まあ橋本さんってこの番組見たことあります？はい、あります。勉強してきました。なるほど。ね、じゃあすぐに忘れてください。分かりなかったんですね。はい、残念やな。ただこれ番組始まる前にね、はい、僕ちょっとね雑談で実はここで言ってたんですけど、はい、実は昨日の、10月14日がですね、はい、あのすっぽんの日っていうわけのわかんない日だったんですよ。ね、全然ね、数字的にもすっぽんって感じでもないです。はい、で なんですっぽんの日かというと、はいはい、熊本市にすっぽんの、はい、養殖業者を営む、はい、人が、うん、なんか10と14で、はい、いいよ、おいしいか、1014で、うん、おいしい、いいポンみたいな、よくわかんないんだけど、よくわかんな、ちょ苦しまれすぎるやろ、ゼロがポンっていう意味らしいんだけど、あ、そういうことなんだ、いいポン、おいしいすっぽんっていう意味で、10月14日を、おいしいすっぽんの日というふうに制定したらしいです。あ、そうなんですね。はい、そのおかげで私ですね、すっぽんで飲みすぎてしまったと。軽く遅刻をしてしまいました、はい、申し訳ございません。ま、ね、まあ、そんな感じであの、はい、世の中にはいろんな記念日があるということで、うん、まあ、1回多分ね、うん、やったんだよね、これいうなんかクイズ、あ、そうなんですか、クイズの問題でありまして、はい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 、はい、なんで、今日はですね、その僕が提示する日は何の日なのかというのを皆さんに当ててもらうクイズをしようかと思います。何の日か、何の日、いい夫婦ぐらいしか知らんな。いい夫婦の日何日ですか？11月22日です。いいですね。いいですね。いいですね。そういう感じでやっていきたいと思います。今日ならわかりますよ。今日の。今日？あ、今日。私もわかります。あ、本当ですか？あ、今日何ですか？何ですか？今日は私が知ってるのはキノコの日です。あ、そうなんだ。そうなんですか？はい、調べて出てきました。すごっ。何なんそれ？調べた。もうそうです。もう去年からもう知ってます。そうなんだ。調べて。なんでキノコ好きなんですか？嫌いです。嫌い。まさかの。何の日知ってんの？何の知識それ？ちょっとあ、ちょっと戦争になっちゃうかもしれないんですけど、キノコの山が好きなので、はい、そういうことですね。そうです、はい、あ、本当だ、キノコの日ってあるね。そうなんです。実は今僕これサイトで見てるんですけど、おお、はいはい、なんでキノコの日になったか知ってますか？どうするんですか？かわいいね。かわいい。漫画にしか見たことがないよ。確かに。郷土り方が。郷土り方が。郷土り方が。10月はキノコが最も多く取り扱われる月で、15日はその半分の日にあたり、落ち着いて消費者にキノコをアピールし、安定供給をできるため、10月15日はキノコの日となりました。そういうことか。確かに秋はなんかね、キノコとかそういうイメージはありますよね。はい。ちなみにあと10月15日別に、いろいろと記念日あると思いますけど、じゃあそこから行きましょうか。はい、はい、じゃあ10月15日他何の日でしょうか。お、いいですね、ここにちょうどいいものがありましたね。そうですね、答えましょう。はい、活用してますね。木村のんさん、はい、ちょっと正式名称で言えるかわかんないんですけど、はい、世界手洗いの日みたいな。あ、そんなん確かにあるな。世界手洗いの日、なんか手洗いの日、はいはい、なんか手洗いの日です。あ、天と十五ってなんで笑いなの？すいません、そちらの方は、ありません。あれ？あれ？あ、あるかもしれないけど、一応今僕が見ているですね、日本記念日協会、一般社団法人日本記念日協会さんの方では登録がありません。へ、はい、あ、そういうの。ただ、今日ですね、たきのこの日以外は、うん、1、2、3、4、5、6、7、8、9個。え、そんなにあるんですか？9個あります。やば、イベント。毎日がイベントですね。
はい、一応ですね、あるじゃあヒント出しましょうか、はい、ヒントですね、食べ物の日が、1、2、3つありますね。あーね、はい、で、4つですね、4つあるうちの2つは、うん、ある食べ物の記念日が、あのなんか別にあります。だから、何々県が制定した何々の、記念日、何々県が制定した何々は一緒です。はい、何でしょう。さつまいもの日、秋口の食べ物。別、俺が言ったのとは別なんですが、さつまいもで有名なところが別のやつを登録してますね。さつまいもで有名なところ。薩摩といえば？どこでしたっけ？九州？薩摩。九州、まあ、いや九州まではありますね。九州なんとか文化の日っていうのが一個ありますね。九州。あとは、僕がいっぱい持ってるものが。はい。何でしょう？お酒？日本酒？あー違いますね。あ、薩摩とかは離れてください。あ、それも違うんだ、はい。僕の体にいっぱいついてるものが一つあります。はい。ついてるもの。あとはそうですね。この中ではアリピーさんがちょっとついてるかな。北村さんはほぼついてないですね。北村さんっていうのはこう2人のマネージャーさんですね。はい、事務所のね。どう思いますか、お二人。じゃあ、あの絶対わからないってやつだけ言いますね。はい、はい、10月15日は、化石の日です。化石の日、はい、これ日本考古学会が、初めて日本ミラピリウスというものの、化石を発掘、新種として報告された1904年、うん、もう100年以上前ですね、こちらの方。日が10月15日だったんで、ここの日を化石の日と定めたらしいです。はい、あとは、ジャズの日。ジャズの日、はい、これもなんかそのジャズのフェスが10月15日に神戸の方であったらしくて、それからジャズの日になったみたいな。結構あるな。で、食べ物の残り2つなんですけども、うん、はい、これはですね、うん、そうですね、この中だったらのんちゃんが多分 やりたいけどやれてない。あ、で、美咲ちゃんはそれを誘われても行かない。行かない。あか、まあ、行ったとしたらもうなんかそういう打算計算みたいなのを。ゆうちゃんはちょっとあんまりわからないんだけど、ゆうちゃんでもやってそうだな、主催してそうだな。主催、はい、主催これを主催してそうな。主催、友達とか誘って。季節関係ありますか？季節とかあんま関係ない、これは気がするんですが、うん、この記念日はですね、うん、はい、一応まあ日清フーズさんっていう方が、ところの会社が一応そうでした。わかんないな。日清、そのイメージはないけど、はい、私がやらなさそうでやりそうなこと。あ、でも美咲ちゃんはそうね、やる友達はいると思います。関西人ですし、これ聞いてもらう。え、はい、あ、わかった。はい、美咲ちゃん、うどんの日。不正解。不正解。これプンプンピンポンしかないのかな、これ。ブーはねえんだ。ブー口頭ですか。なんだろう。関西。関西。うどん。関西うどんしかないの。なんかうどんのお出汁とかね、そういうイメージなんかなと思って。はじめそばやと思ったんですけど、あ、そばじゃない、そうめんやと思ったんですけど。ああ、そうめん。そうめんっぽい。そうめんっぽい。ああ。関西ってうどんなの？香川じゃない？うどんってどっちか。あ、まあ、関西も確かにやばいのもありますけど。確かに香川。関西って言えばあれしかないでしょうよ。あ、やっと来たね。たこ焼き。お。たこ焼きで合ってるんですが、あなたたこ焼きを主催するんですか？それを言い換えてください。はい。たこ焼きパーティー。たこ焼きパーティーの日、正解です。はい、そうです、今日はですね、たこ焼きパーティーの日、たこパーの日ということで、たこパー、はい、じゃ日清フーズさんがお好み焼き粉とたこ焼き粉を製造しておりますので、こちらは、そういうことか、でも日清なんや。それはなんで今日は皆さんでたこパーやってる人は多いかもしれませんけどもね。そうですね、知ってる人はですけどもね、はい、なんで美咲さんは絶対やらないですね。マジですか？そういうのウェルカムですよ、ウェルカム、ウェルカムですよ、呼んでください。そういうの多分ね、お金持ちとかいるときだけ言ってる、ね、私関西人やから。やから。
たこ焼き作るのうまいでーす。そういうことね。自分で作るということですね、はい。じゃあもう時間があれなんでね。もう一つはですね、すき焼きの日ですね。はい、これはすき焼き通というですね、あのなんか、すき焼き連盟という連盟があるらしくて、そちらが、初刊行の日が2008年10月15日なので、今日をすき焼きの日という日にしたらしいです。はい、そして、私にいっぱいつくというのはですね、日本中性脂肪の日らしいです。はい、中性脂肪か。はい、じゃあ10月13日、3日が、学術学会が初めて、行われたのは10月15日らしいので、そちらの日を中性脂肪の日というふうに。もう別にいいよね、こんなんで。食欲の秋やから。あとはですね、はい、岡山米の新米記念日だよね。はい、あ、新米ね。はい、いいですね。あと、広島県民米秋ロマンの日という。これもお米の日ですね、だからさっきの食べ物ですね。はい、さっき九州惜しかったのはですね、はい、九州アゴ文化の日というね。アゴってわかります？だしの。あ、アゴだし。アゴだしのアゴです。はいはいはい。はい、で、五十音順の最初の音はあですね、はい、1番目、はい、なんで、1で5は5番目は5、その5で5、あ、5、あ、5の日で10月15日はもうこじつけもいいところだよ、ね、はい、あともう一つありますね、うん、もう一つ、じゃあもう一つ当ててみましょうか、はい、はい、じゃあで、ヒントとかありますか？10月15日のヒント。10月15日のヒント。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 10月15日。そうです。15。10月15日。ヒント。16か。16です。じゃあ16にしましょう。明日か。明日か。今日は15ですもんね。ですね。ちょうど中旬ですもんね。そうですね。ちなみに10月16日は16茶の日です。16茶、はい、はいはい、持ってきてください、はい、さあこれは何でしょう、これは何だろう、はい、僕の中にヒントがあるんですね、なんかよく見るやつですね、はいはいはい、派手な箱が来ましたね、怖いんですけど、私がね先ほど作ったやつですね、あ、じゃあそこ開かない、開かないね、あ、はい、開かない、もうすぐ私が作ったってバレますはい、この中にヒントがあります、これは何でしょう、どういう系ですか、ジャンル、そうですね、なんか、まあ、今までのようにここから俺が見た感じは動いてますね、動いてる、ちょっと動いてますね、ちょっと動いてる、はい、これは生き物か、はい、生き物、これ10月16日のちょうど今記念日の話してたんでね、うん、ちょっと近いと思う、本当はねこの箱の中身は何だろうなみたいなクイズをしようとしてたんでね、あ、ちょうどその流れで今生きてます、怖いわ、他の10月16日のヒントはですね、はい、火災祭りの日とですね、トロの日がありますね、トロの日、10月16日だからね、トロですね、あのお魚のトロですね、お、あ、そっか、ちょっと動くということはそういう魚とかっていうのもあるのか、え、この中に魚が、生魚金魚あとなんか日本世界食料デーっていうのが明日あるみたいです、日曜16日、あと孫の日、10月16日、孫の日、敬老感謝の日からほぼ1ヶ月の10月、はい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 、第3土曜日なんで孫の日という、でこの日は、ババアから金もらっていい日ですね、ババアの財布から金取っていい日ですね、正月孫がね、孫がね、そうですね、はい、その他はあと国産消費の日、JA グループはなんかその世界食料デーに合わせて作った日みたいですよ、他、どうですか、ね、わかりませんか、なんか思い当たるものないですか、はい、残り1分、いかがでしょうか、どうですか、わかりませんか、動いてるもの、動く、うん、さっきから動いたっていう感じですね、さっきから動いた、さっき僕が見た感じより動いてますね、ちょっと恥ずかしがり屋さんなのかな、エカシリア、生き物、生き物、わかんないですか、あれ、10月16ですよ、じゃあこれもう最大ヒントですよ、ハーフでしょ、はい、中旬でしょ、はい、いいですよ、美咲さん、はい、美咲さん、ハロウィン、ハーフハロウィンの日、そんなもんあるかよ拾わねえだろ、そんなもん新しいですね、最近流行ってるじゃないですか、ハーフバースデーみたいな、あ、日本人何でもハーフって言われるんだよ確かに記念日がね、できてしょうがないし、もうダメですね、はい、10月14日は答えですね、2人の誕生日の間の日です、誕生日おめでとうございます、
よっしゃー、すごい、え、かわいい、オープニングから誕生日話すんじゃねえよ。あ、そういうこと、だってこういうの用意してねえんだ、北村さんとかが。はい、ということで、はい、10月、15日、今日ですね、今日が、木村のんちゃんの誕生日、はい、はい、そして、明日ですね、はい、橋本ゆうちゃん、ゆうきちゃんの誕生日でございます。すごい、ということで、ハーフ惜しいですね、はい、2人の誕生日はハーフの日でございました。15日がのんちゃん、はい、で、17日がゆうちゃんということで、ハーフですね、ハーフの日でございます。そういうキャスティング今日、いや、それもしかしたら、もしかしたら、もしかしたら、4月5日ですけど、何も関係ないけど、大丈夫ですか。じゃあ僕、誕生日9月8日なんで。あ、そうだ、私ね、アリピさんと、はい、番組プロデューサー、はい、好きですね。いや、幸運と言ってください。そう、誕生日一緒なんですよ。近づいた番組が終わる予感です。ゾワゾワゾワ、はいはい、あ、そうですか、じゃあ、そうなんですよ、じゃあ、それは後日ね、後日ね、はい、今日の誕生日ね、じゃあ一旦 CM を入れて、その間に2人にはこれを1分以内に食べていただきましょう。はい、それではこちら CM をどうぞ。水曜日のダウンタウンという番組で、なんか違うな、違いましたか、違いましたね。こんな時間が、はい、ご覧いただいているのは天国と地獄ガールズ、あ、地獄がいいのか、はい、ガールズバトルということでね、はいはい、やっております、うん、今日ですね、ちょっとゆったりとこんな感じでおしゃべりをしてるんですが、はい、今日はね、2人誕生日ということでね、はい、2人ではないんだまとめてね、誕生日ハーフ、はい、ね、ここ前後して、ね、はい、あともう数時間過ぎた人と、はい、もう数時間でもう数時間で迎える人ですね、はい、ということになっておりますので、こちらね、今、はい、事務所のね、北村さんとかアリピーさんとかが多分用意したんでしょう、はい、ありがたいケーキが来ておりますので、はい、まあ、この番組知ってる人は知ってると思いますけども、はい、めちゃめちゃ緩い番組なんでね、ね、こちら、食レポ対決をしようかと思います。いいですね、はい、焼きだね、焼きですね、確かに普段この番組なんか食い物が出やしねえんだからさ、ケータリングさえ出ない番組、予算のない番組、こんなケーキなんてね、高価なものね、本当ですよ、ありがとうございます、ね、女子が物を食う番組だと思います、ね、よろしくお願いします、はい、じゃあ2人でですね、食レポをしてもらおうかと思うんですけど、まあ、このケーキがね、はい、で、審査は、私と美咲ちゃんと、はい、今日はお客様来てらっしゃるんで、ね、はい、お客様で、判定したいしようかなと思います、はい、要は、このケーキどちらが食いたいかっていうね、
ところ。おー、美味しそうに伝えるかな。伝えればいい。そういうことか。あ、僕はもうね、みさきちゃん、あ、何や。のんちゃん、のんちゃんのケーキが食べたいなって思わせれば。あ、そうですね。そっちの方に判定すればってことですね。なるほど。はい、伝えられるかしら。はい、ゆうちゃんとね、の、うん、ゆうちゃんのんちゃんか。ゆうちゃんのんちゃん。コンビみたいな。もう若手のお笑い芸人でいそうだね。なんかそうニッチなさコントしそうなさ。ニッチな。のんちゃんゆんちゃんって。確かに。のんちゃんゆんちゃん。アイドルみたいだな。まあまあそのコンビでやって、まあ同じ同門対決ということですね。そうですね。はい。ちなみにまずどっちのケーキを食べるかっていうのを2人でじゃあ、うん、どうしようか。じゃんけんと殺し合いどっちがいい？おー、ちょっとまあまあ迷わずじゃんけんですじゃんけんじゃあじゃんけんをしていただきましょう。はい、はい、いきますよ。最初はグーじゃんけんぽい。はい、のんちゃんが勝ちましたので、勝った方が選べます。どっちをプレゼンしたいか。あ、どっちをプレゼン、はい、どっちが食べたいかでもまあいいですけど、こっちの方がプレゼンしやすいなっていうので選んで。確かに。でもこれ勝った方は、私からとあるものをあげますじゃあ、おじゃあさっきあのもらった、そうだな、うん、あ、レシートあげようか、これ。レシート、領収書ある、領収書、すっぽんの領収書ですか。すっぽん、あ、経費の落とせろ。おぉー、これあげようか。困ってます、困ってます。じゃあ、後では俺があのスタバの券持ってから。おぉー、それは嬉しい。楽屋にあるから。いや、俺スタバ行かねえから。そうですね。じゃあ、これで買った方、スタバ。つみきちゃんは申し訳ないね。つみきちゃん、はい、みさきちゃん、はい、つみきちゃんって誰、つみきちゃんだよ、誰だよ、いや誰だよ、誰当たりまくってんだよ。みさきちゃんはね、まあまあ後輩がね、はい、そうですね、後輩が、後輩が成長楽しみしています。ありがとうございます。売れたら使ってね、頑張らせていただきます。勝った方には私からじゃあスタバの券あげますんでね。スタバ行きますか。はい、はい、はい、行きます。大人になったから行こうか。まずはタダで ね、はい、無料券を使って、はい、ね、はい、じゃあ、どっちがいいですか。でもやっぱり私ちょっと、タルトが好きなんですよね。おお、タルトが。なのでちょっとあの食べづらいけど、はい、こっちにタルトにして、はい、ショートケーキの方を選びます。これカメラ映ってますよね。はい、ね、はい、じゃあ、そういう手か、いい手だね。やる前にバカバカって、はい、この対決なしよーっつって。そういう、あぶしなんですか、ゆうさん。橋本ちゃん、頭使えるよ、この子、ね、売れるよ、この子は。はい、じゃあ貯金でね、手を拭いたところで、じゃあまずはのんちゃんから、じゃあこちらのケーキ食べていただきましょうか。はい、はい、お箸でお箸でいきます。ごめんね、そういうのじゃなくてね。じゃあまあ日本人やっぱりお箸。そうですね。和の心を、ね、いっぱいフルーツ乗ってるじゃないですか。そうですね、フルーツが。これは確かに。まずは見た目からどんな感じですか。そうですね、ちょっと。まずですね、タルトの層が厚いですね。タルトの層が厚いですね。私がよく食べてるタルトは割と薄地というか、はいはいはい、下のところもスポンジ。もう始まってるんですよ。うん、はい、はい、それではスタート。スタート。スタート。なんかあのじゃあちょっとあのそうなんですよね。タルトが私が普段食べてるのは割と薄めなんですけれども、はい、これは結構中もぎっしり詰まってて、はい、分厚いので、はい、食べ応えがあるんじゃないかなって思います。はい、でフルーツもなんかたくさん乗ってるっていうよりは結構、うん、なんだろう、3種類かな、3種類ぐらい、4種類ぐらい、うん、5種類ぐらいあるんですけれども、いろんな種類がね、カメラ抜いてあげてください、ね、あ、すいません、はい、程よくね乗ってるんで、うん、中も結構ねクリームカスタードも乗ってるんで、ちょっと楽しみです、はい、ということで食べます。そろそろ行きましょうか。はい、ちょっとこれはどう食べたらいいのか。フィルムをね外してね、はい、外します。うまそう。バリ分厚い。あ、これ食べれるかな。ちょっとまずお箸の心配があるんですけど。ケーキお箸食べやすいよね。ね、意外とね。そっか。なるほど。じゃあちょっと、うん、いちごの部分、うん、はい、いただきます。あ、ちょっとはい。いちご。僕はもう何も言わない。もう顔が美味しそう。はい、いや、美味しいです。あの。クリームがなんかふわふわしてるんですよ。はい、でこの下の層に、うん、この生クリームの下の層にカスタードがあるんで、うんうん、2種類の味を楽しめる。でバニラビーンズが結構入ってて、バニラビーンズ私大好きなんですけど、風味がすごい漂ってくるので、うん、でここになんかオレンジピューレみたいな、なんかピューレも入ってるのちょっと見えるかわかんないんですけど、うん、これ美味しいですね。ちょっと もう一口いただきます。うん、
なんかさっき上の層だけちょっとしか食べれなかったんですけど、はい、下の層にその先ほど言ったオレンジピューレみたいなものがあるので、うん、これも 2層の生クリームと合わせて、はい、残り1分結構長い、ね、2層のクリームと合わせてそのオレンジピューレがまた挟まることによって、うん、3種類の味が楽しめるというか、二度楽しみ、こここれハーモニーですね、奏でてますね、これ奏でちゃってますね、ちょっとタルトだけちょっと最後にじゃあいただきます、はい、ちょっと取れ一番好きなタルトね、硬くて、いただきます、うんうん、なんかそうですね、タルトは割と柔らかめで、ちょっと酸っぱいです、酸味があるフルーティーな、そうです、酸味があって、なんか普通のタルトとはまた違った感じの味があって、ちょっ とうまく取れないんですけど、うん、これはですね、うん、いい感じに噛み合ってるというか、うん、こうただただ飽きないような、そのフルーツだけで飽きないような生クリームの層もありつつ、うんうんうん、タルトの食感でこう柔らかさを出しつつ、うん、こうなんで、なんですね、酸味と甘みのバランスがちょうどよく混ざってる感じ、うん、はい、終了、びっくりした、美味しいです、びっくりしたか、はい、3分間やっていただきます、はい、最初に3分って言っときゃよかったね、思ったより長かった、結構ありますね、ちょっと、はい、まあ、ちょうどキリが良かったんですけど、すごい長いんだ、はい、ありがとうございます、ちょっと普通にやっちゃった、はい、どうですか、はい、ちょっと食べたいと思いましたか、いや、ね、いろんなハーモニーが楽しめるということですよね、はい、なるほど、いろんなあのフレーズが出てきますね、バニラジンジア、情報は得れましたね、そうですね、はい、じゃあ次は後輩であり、後輩であり、はい、じゃあこちら、はい、橋本ちゃんにお願いしましょう、ね、はい、見た目からツッコミどころ満載ですよね、本当にありがとうございます、ね、さあどういこうかな、はい、じゃあ時間もないんですぐ行きましょう、じゃあ橋本ちゃんの食レポサンデックスでございますか、いいですか、はい、スタート、はい、スタート、まずもう見た目が、はい、かわいいですね、ハロウィン、ね、10月ということで、はい、ハロウィンのお化けですね、うん、帽子もかぶってて、じゃあまず何でしょう、これ大福なんですかね、大福みたいな形になってて、まずじゃあ帽子いただきます、はい、はい、チョコですね、チョコですね、美味しいです、だでしょうね、チョコの下に生クリームが入ってて、うん、大福の中は何なのか見てみましょう、うん、大福だったんですね、まだ食べてないですいきますか、はい、いきます、これどうやって食べればいいですかね、あ、すごい、ええ、すごい、え、お、え、すごい、え、大福の中にすごいムースみたいな、ムースのようなものが入ってて、いただきます、カメラあちらですよ、はい、いただきます、うん、うん、大福がもちもちで中になんで笑うんですか、大福がもちもちで中にこれベリー系のクリームが入ってて、すごいやっぱベリー系のクリームって何にでも合うじゃないですか、大福にも合うんですよなるほど、僕はちょっとまあね、言っちゃうとヒントになっちゃいますからね、え、何のヒントですか、あ、いやもうね、手助けになっちゃいます、はいはい、あ、そうですね、公平だでもすごい美味しいです、え、こんな、え、でも大福のケーキ初めて食べたんですけど、うん、でも全然普通にこれから先これしか食べれなくてもいけます、美味しい、はい、残り20秒です、あとあれですね、タルトだとちょっと何でしょう、うん、すぐお腹減っちゃうかもしれないんですけど、うん、大福なんでやっぱりお腹持ちもいいので、うん、味方ですね、食ったばっかで、食ったばっかで腹持ちわかんない、え、だもちもちの、はい、終了です、あ、もう3分経ったんすか、はい、経ちましたよ、おー、はい、ということで、はい、橋本ちゃんとあれこちら、のんちゃんのプレゼンでございましたけどもツッコミどころ満載ですね、はい、ツッコミどころは満載ですね、そうですね、もうじゃあちょっと1分ぐらいお話しましょうかね、はい、はい、あ、まあいいや、先にじゃあ聞こうか、はい、はい、じゃあこちら、もう時間ないんでやりましょう、はい、じゃあ、はい、今のんちゃんが、はい、の方のこちらのケーキ食べたいなと思う人、手を挙げてください、あ、お客さんもよかったら参加してください。はい。手を挙げて。自分に素直に。
橋本ちゃんで入ったと私は大きく手を挙げます。自分に素直に行きましょう。自分に素直に行きましょう。目をつぶって誰か、はい、はい、のんちゃん2、はい、橋本ちゃん0ということで、はい、じゃあ俺も多分どっちかって言ったらのんちゃんだね。はい、ということで今対決、トリプルスコアでのんちゃんの勝ちです。 ありがとうございます。あ、はい、まあ、こういうことをやって普段やってるのがガールズバトルなんですね。そうですね、はい、これまあまあいいか、まあ、CM までじゃああともうちょっとあるから、はい、なんかまあまずはですね、あの、うん、俺らお手本みたいになっちゃって、はいはいはい、もう一応こう見えてもう20年以上やってますから、ね、芸能は大先輩の見てみたいですね、はい、食レポとかもしょっちゅうやってましたけどね。おーすごい、はい、なんで大食いなであれまずね見た目をね、うん、あのこうプレゼンするのがまず、そうですね、のんちゃん合ってんだけど、うん、こう食ってみてでここにカスタード入ってますけどっていうのは、うんうんうん、見てもカスタードわかるから、こういうのは全部先に言っちゃうんで、うん、あ、そういうことですね。だからまずあ、じゃあこれ箸裏側使うね。これなら怒らないでしょ、誰も。でこう、まあ、汚いな。まあこういうことですから。カルトが取れなくて、はい。こうあったらだから、あ、上に乗ってフルーツが乗ってます。これは見ても誰も分かるでしょ。いちご、みかん、キウイ。あ、結構酸味系のがありますね。まあ食べる前にね、はいはい、で。でも香りはなんかすごい甘い、なんか複雑に混ざっていい感じの匂いです。で上からスポンジクリームカスタード下にタルトが入ってます、はいはい、これどんな食感になるんでしょうねってね、どんな食感なんだろうと思わせて食って、はいはい、意外とふわふわみたいな、はいはい、サクッとくるとと思いきや、うんうん、柔らかめ見てる人はどんななのかな、食ってみたいな実際に、はい、なるほど、そうですね、引っかかる前振りみたいな、そうそうそう、はいはい、でこっちは何入ってるんでしょうかなっていうところは OK です、橋本さん、はい、はい、そうなんです、見た目でね、僕分かんないですから白っていうのがね、確かに白っていうと何があるかなみたいな、そうですね、ってことは中クリームそのまま入ってるのかな、うん、そうだよね、カスタード入ったらちょっと黄色くなっちゃうもんねっつって言ってパッて開けたら、え、赤い、何これ何これ、え、何これ、あ、ベリーだってなるわけです。ベリー、え、待って待って、まず白にベリー、え、どういうことっつって食ってみて、あ、これはみたいな、そこから入っていくわけだから、まあ難しいのはこっちの方が難しいかもしれないよね、うんうん、確かにね、めっちゃきったんがっちゃった俺、ね、ちょっといただきます、うん、うまいね。じゃあ和菓子じゃなくて洋菓子だったんですね、そっちのお化けのやつ、確かに、そうだね、あ、だからそういうこと、そういうこと、ね、ずっと洋、うん、大福大福言うから、あー確かにそれで、うん、あとそう、余計なこと言わないっていうのもあるよね、あーそういうことですね、シンプルに、ね、すごいよ、あのなんだっけ、あの IKKO さんでいるじゃん、うん、あ、はいはい、あのハンバーグ食ってうまいっつって、何これまるでミートボールみたいっつって、なるほど、分かりやすいじゃん。そういうプレゼンはね、あれだとは思いますけども、はい、まあ、そんな感じでございましたんでね、まあ、普段こういう対決してますので、次回以降もまだね、やればと思います。じゃあ一旦 CM を見ていただければと思います。どうぞ。
で、はい、ご覧なのは、ご覧になっていただいているのはガールズバトルでございますけれども、はい、まさかのもう終わりでございます。対決しないとこんなもんよ。あ、そうなんですね。私の方が早いのかな。そう、いろいろちょっとそう、本題はね、もうちょっとこういう3人ぐらいの、このぐらいの人数で掘ったりとかしてね、お話 し、うん、ね、女子会したいところなんだけどさ、ね、もう終わりなのよね。終わりか、早いな。ということで、うん、はい、もう終わりなんでね、一応宣伝とかそういうのも聞きたいんです。あ、宣伝？宣伝？広告？広告？何？何？宣伝、あれ？ご自身の活動宣伝ですか、ね。はいはい、はい、宣伝で。宣伝で。宣伝で。告知、告知。出てこない、口が出てこないってやばいな。やばいな。はい、じゃあ皆様、はい、まあ、先に言わないといけないことを言ってください。はい、じゃあ、はい、ちゃんからお願いします。はい、10月の22日と23日に、前橋競輪場で、イベントがありますので、前橋ぜひ、はい、いつですか。22日と23日。あ、今月ですか。そうですね、来週か、2日間。あれ、前橋来週何だったっけ。んオープン戦、あー、競輪ですか、はい、あの G1 のレースがあります。あれ、前橋記念って来週だっけ。あ、記念というよりかは新郎杯ですね。あ、そっか、新郎杯か。そうです、友人新郎杯です。新郎杯、そっか、友人新郎杯って前橋だっけ。あ、でもね、あの新潟とか行きますけど、はい、持ち回りで、はい、22日今年が前橋ってことですか。そうですね、22、23日にイベント予想会をさせていただきますので、はい、ぜひ、前橋競輪場でお待ちしてます。はい、前橋競輪場、新しいなんかイタリア料理みたいな屋台あるよね、あれね。あ、そうなんですか。ちょっと屋台はそこまであんま巡るの、怖くて入れないから無料ですから、入ってくださいよ。はい、じゃあ、ロンちゃんは。はい、そうですね、私は今あれですかね、なのでちょっと SNS とか Twitter とかやってるので、ぜひ、はい、名前で検索したら出てくるので、はいはい、ぜひ検索してください。あと、そうですね、この後にある声優プラネタリウムにも出演させていただくので、ぜひ皆さん見てくださると嬉しいです。はい、お願いします。はい、はい、じゃあ、しみちゃんは。はい、私はインスタグラムをやってるので、フォローしてもらえるととても嬉しいです。お願いします。はい、2人ともなんか声優の作品とかないですか。そうですね、まだですね、これからだね。これからですね、はい、いや、頑張ります。マネージャーさんの北村さんにねケーキなんかよりも仕事持ってる、ね、確かにな表示します、繋がりますね。はい、2人も SNS やっておりますので、はい、のぜひ検索していただければと思います。はい、はい、私もカルドっていうのをやってますんでね、うん、はい、ぜひ。昨日さ、そうだから一回し、まあ、仕事、はいはい、まあ、あれ守秘義務があるかなんて CM の仕事なんだけどさ。あ、そうなんですね。な、大手広告代理店さん、はい、これその時現場にさ、はい、ウカルドのパーカーを着てったのよ、はいはいはい、そしたらそれに興味を示してくれちゃってさ、すごいでしょ。すごいですね、そういうので。ずっとそういう話をしてたらさ、何の CM か分からなくなっちゃったなるほどね、よく分からない、はい、スポーツメーカーの CM やってたんですけどさ、へ、全然関係ない、ウカルドの話ばっかりしてたよみんなね、やっぱそういうの興味あるんでしょうね。そうですね、はい、新作はですね、うん、私が、うん、八王子定石ってところに行って、はいはいはい、はい、八王子、すげー寒い中さ、うん、で寒い、そしたら声でさ、うん、寒い寒いって声入ってさ、怖燃やさなきゃっていう声が入ってさ、と思って俺気がついたんだよね、うん、家計がすごい大炎上中なのよ俺。あ、そうですか。火の車だからさ、あ、これ霊に燃やされたのさ、怖っていうオチの話でした。お払い行ってください。まあそんなやつやってます。はい、ということで、はい、次回はですね、うん、11月の、うん、2週目土曜日、何日でしたっけ。え、土曜日19日第3ですよね、はい、第3か、第3、はい、11月19日が第3、11月15日、あ、すげえアシスタントだね、みさき。11月19日が第3土曜日なので、はい、じゃあそちらの土曜日で、はいはい、この番組やります。やります、やりますんで、その時はこんな感じなんですか、ちゃんと。あ、普段に戻って、わかりました。そうですかね、はい、はい、私今年ね、今日は1周年なんでね、はい、来週はケーキ来るのかもしれません、はい、楽しみ楽しみですよね、はい、IP さんね、よろしくお願いしますよ。はい、そんな感じでございますんで、はい、うん、なんか他言い足りないことありますか。大丈夫ですか。大丈夫ですか。やりきりましたか。やりきりました。じゃあ最後に、一言二人とも、やりたい抱負、あ、のちゃん抱負を、20歳の抱負を、はい、一言お願いします。ポジティブに頑張ります。よいしょ。では次回会いましょう皆様。さようなら。